雨が降る日は傘をさしてのお散歩をしております。歩きながら雨の匂いを思いっきり楽しんでおります。雨の匂いっていうのは遠い日を思い出させてくれるマジックのようだ。そんな風にいつも感じております。さあ今日もゆったりとラジテレあなたと一緒に始めていきましょう。さあ今日のテーマは雨です。ワンタッチで開く傘を差しながらいつも思ってるんですけど、これほど科学が発達した現代でも傘だけは昔のまんまですよね。傘の形が変わったって聞いたことないよね。だからもう遠い昔の時代のなんか写真とか見ても傘だけは同じ形してるんですよ。それで唯一進化したのはワンタッチになってるっていう、これにたどり着くまで何百年もかかったの。